はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうとです。さあ本日なんですが、まあ、スピードロイドベイゴマックスというね、史上最強モンスターが解禁されると3枚ね、ということで、まあちょっと今撮影日現在ちょっとまだ解禁されてないんですけども、さすがにスピードロイドベイゴマックス君3枚になるということで、1月10日からさすがに強いと。で、何が強いかっていうと、まあ、もちろんスピードロイドで使ってもこのモンスター強いんですけど、効果自体が、まあ、出張パースとして非常に優秀で、自分のフィールドにモンスターが存在しない場合に手札から特殊ができて、で、スピードを持ってこれるということで、まあ、タケトンボーグ持ってこれるんですけど、タケトンボーグプラスベイゴマックスというモンスター2体が、召喚剣を使わずに盤面に並べられちゃうっていうところなんですよ。で、ここから、まあ、ランク3ももちろんできるし、あと、リンクに、アナコンダとかケルビーにもできるんですよね。で、召喚剣使ってないんで、まあ、誘発撃たれても、モンスター1体追加できるアナコンダはできるわけで、で、しかもレベル3モンスターなんで、レベル3を追加できれば、ケルビーにもできるわけで、これめちゃくちゃ強いんですよ。まあ、誘発貫通力も上がるし、さらに、まあ、上振れ札にもなり得るということで、これ、さすがに相性いいです。で、まあ、一番強いのは多分幻影かなと思っていて、個人的にこのスピードロイドベイゴマックスを使いこなせるのは、まあ、もともとのレベル3のギミックがやっぱ中心なんで、あのスピード、幻影騎士なんて。だからそこに、まあそりゃ、一番主導が入ったらそっち強いよねみたいな話なんですよね。で、まあ勇者幻影デッキ、勇者幻影デスペニーの、デッキに、まあスピードを刺しただけなんですけど、ベイクマックス。これ使ってみたんですけど、めちゃくちゃパワーは感じた。めっちゃ強いと思う。強いと思うけど、ただね、これ問題があって、デッキの中にね、めっちゃゴミがあるの。引きたくないカード。要するにさ、ディアボリック界とかさ、まあめっちゃ強いんですよ、ディアボリック界も。だから引きたくないじゃん。あと、ディナイアルガイはまだレベル3として機能するからワンチャンあるんだけど、ちょっとね、やっぱ若干その辺が微妙かなというところが、ありまして、ちょっとデッキ厚くしております。引きたくないっていうのもありますからね、パーツを。はい。で、一応、ベイゴマックスとか、一番初動になってますし、まあ、モンスターが2体並べばね、アナコンダ最低限いけますし、ケルベニーとかもいけるんで、というところで、一応こんな感じのデッキ構築になっていますね。で、ケルビーニが出るってことは結局、現役手段のギミックにも触れるし、あと勇者にも触れるんですよね。はい。これも強いですね。まあ、ちょっとエクストラデッキは結構使いたいカードが、まあ、ガン詰めにしたんで、まあ、ちょっと枠ないんですけど、枠なんか捻出できるんだったら多分ミライリオとかも出るんですよね、これ。リバイエール出るし、あと、まあ、単純にその、ベグマックス1枚からはミライリオ出るんでね。ゴーストリックとか使えば。だからね、まあ、未来利用とかギミック入れてもいいかなと思うんですけど、ちょっと枠がなくて、今回はちょっとこのギミックになってるっていう感じですかね。はい。で、まあ、ディアボリックとディナイアルガイがめっちゃ強くて、なんか一応盤面返されても、もう一回墓地から盤面作り直して、普通に、バレルソードとかアクセスいけるんで、まあ結構開始能力、もう高いかなと。まあ、先行でめっちゃ強い盤面敷くっていう感じではないんですけども、まあ、ファントムフォックブレードとかデスペニで、まあ相手の、展開をいなしながら、まあその3ターン目一気に決めていくみたいなことが結構得意なテーマなので、まあ使ってて結構楽しかったですね。はい。ぜひ皆さんも組んでみてください。さすがにこいつ強い。3枚は。デュエル。スタンバイ。いや、最強ショット来た。これベイゴマックス最強なんだけど、マジで引いた時のね、パワーやっ、あ、でもゲーねえな、これ。ゲーねえけど、まあでもベイゴマックス1枚から一応ゲームはできるんだが、できるんだが、あ、なんもねえ。なるほど。なんもなし。なんもなしか。で、タケトン防具。ダダ通り。ダダ通り。まあ、法要も裏のもなさそうですね、これね。あと、G があるかどうかなんだけど、まあ、一応、ケルビーに行きまして。で、ケルビちゃんの効果発動します。志願ムーブにつなげたいので、ダスティーローブかなで、あ、やばい、ビーステッドだ。踏むんですよね。踏むんですよ、これ。ビーステッドめっちゃ踏みます、このデッキ。いや、おとなしく勇者にしてよかったかな。ビーステッドキャーできてないんですよね、これ。どうしましょう、どうしましょう、まあ、どうしましょうって言ったってフュージョンデイスにぶち込むしかなくね。ドルバウララフューデスで頑張るしかねえの。フューデス効果。あ、なんだこれ。はっ、
てめえ隠してやがったかって、隠してやがったてめえクソったれが隠してやがったか。あーなるほど、やるじゃねえか。まあでもね、こういう時のために温存していた手札誘発召喚があるんで、僕には秘蔵の一手ベイワックスはね、召喚権使ってないんでね、こういうことができるんですよね。ドローランドロックワード召喚で、ダルクしても意味ないもんな。ベルティングアナコンダ行くしかないね。さあダルクしてもバケないもんな。これとこれでベルティングアナコンダを爆発させまして、でアナコンダの効果、なんでこいつ生きてんの、いつまで生きてんのこれ、これ大丈夫、これ本当にこれ、もう今のところずっと生きてるけど、遊戯王マスターディエル君、なんか OCG とはね全く違う環境が形成されてるんですけども、でまあ一応サロニール爆破しとくか、サーチっていうか、まあ墓地送りは入るけど、結局どっかで入れられるんだったら今破壊しちゃった方がいいだろうね。で一応トップでベースセット引かれた時やばいので、デスペニを残しながら破壊で、サロニール効果発動でなんか墓地送りで、まあ多分ルベリオンかなんかかな多分、はい、多分楽園なのかな。ウララ入ってて B セット入ってる、まあ、ドラゴンリンクのパターンもあるか、ドラリンのパターンもある、わからない、まあ、新制限ルームを作ってはいるんだけど、結局はだからな、相手のサイロに任されるみたいなところだな、リミテッドルームだからな。あ楽園だな、了解、ぶち込むわ、ぶち込みます、ウララ黙らせます、黙らせまーす、黙れーくらえよな、黙ってろお前は、ゴミがよ、これ一枚止まるくせによ、すいませんでした、すいませんでした、すいませんでした、やばい、一気に形勢がやばくなってきたちょっとデスにどっか逃がさねえとな、デスにどっか逃がさねえとやばい、除外されちゃうんで、除外されると何も返ってこなくなっちゃうんで、そうっすね、これどうしましょう、出てきたら境か、これ何すんだろうな、ルベリオン中からアルビオンかな、アルビオンでなんかルベリオンでみたいな動きするのかな、アルビオンルベリオンみたいな、でいきなりルベリオンなんだ、へえ、墓穴、なるほど、アルビオンルベリオンせんのやな、アルビオンルベリオンでいい気するよ、まあ打ち込むか、どっ、まあデストロイフェニックスはい、デストロイフェニックスがいい、爆発、まあどうせルベリオンはなんか消えそうなんで、まあこれはキットにしときますか、はい、どうせ殴れないじゃないですね、どうせ殴れないで、断罪、なるほど、断罪とからの、アルバス・ルベリオン・ミラジェイドで、断罪で楽園を回収とか、なるほどな、はいはいはい、そういうことね、そういうことですね、了解です。さあデスフェニの効果が発動して、次のターン蘇ってくることが確定していく、でも3000ダメージは受けましょう、いいでしょう、これルベリオン蘇らせた方が良かった気するけどな、どうなんだろう、これアルビオンでルベリオン行って、でアルビオンリリースしてルベリオンした方がなんか多分、アドバンテージ的に稼げたような気がするけどね。ドロー、アラメシア、はい、最強か、アラメシア最強じゃね、アラメシアクソ強ない、デスフェニー踏めるもんね踏めるもんな、踏めるもんな、踏めるな、これ強いな、まあ一発ぶちかます、で勇者トークン出してが正解だな、はい、でこうするっしょ、で表が表示置きます、でさあここからこれ出しますと、はい、
どうしますかと。どうしますかと。あ、なるほど。まあ、無効にされるぐらいだったら、今使いますということですね。なるほど、なるほど、いいでしょう。アルビオン効果、除外されるのか。ちょっと考えましょう。これ、前消し勝ちじゃねこれ。もう蘇ってこれるもんな。多分さ、ミラジェイドと、旅路割ってしもうて特殊が、いや多分モンスター足りると思うんだよこれ。旅路や多分これ割れば勝てると思う。でメラジェードでどっちか飛ばされる。でまあ多分これは勇者トークンの方でね飛ばすとしたらめっちゃ最初多分グリフォンライダー残ってたら相手ねデスペンにすんのかな。まあどっちでもいいけど多分どっちでも味わうと思う。どっちでも多分相手死んでるはず。ああだよね。でグリフォンライダーでメラジェイド効果、まあ、それはいいです。でディアボリックを墓地から蘇らせてさあこっから、墓地から無限負け始めました。墓地から無限負け編、墓地からモンスター無限負け編始めます。でディナイアルガイ爆発、はい、ウィーッスウィッスー効果どうします。ディアボリックガイもう一回戻します。つえつえこの動き最強すぎる。あまりにもで闇属性いるよな。相手のポジ闇属性めっちゃいるじゃん。めっちゃいるわ。信じられんぐらいいたわ。でダルク出してダルキング出してで自分の墓地に備えるディアボリック街の効果をもう一回使いまして、で無限にディアボリック街が湧いてくる。これ墓地だけでリンクさん行ったらやばすぎだろ。墓地リソースだけでリンクさん行ったら、まあ、墓地リソースだけでリンク要求かな。誰かがあるかな。相手の墓地リソースで相手の墓地リソースと自分の墓地リソースでリンク要望ば何もないところから製造可能と。なん無からリンク要望を製造する男。強いクソ強い、はい、強そう。ミラジェード負けちゃった。殴れば勝ちだ。バトルフェイズやっぱちょっとさ引いたらゴミなんだけど、やっぱディアボリックガイとディナイアルガイクソ強いね。はい、対戦ありがとうございました。うおー、てめえのモンスターで消えな。強っ。いや、ビーゴマックスくん、ありがとう。本当に。君は最高の相棒だよ。スピードロイド、ビーゴマックスを特殊召喚つえ。つえ。マジつえ。めちゃくちゃつえ、これ。これ、マジ許されて、いいのこれ、本当に使って。マジなんか、ちょっと未だに信じられないんだけどね。ビーゴマックス3枚使えて本当に大丈夫かっていう話はあるんだけど。まああれか、言うてなんかエクストラデッキでも結構枠空心みたいなことなんかな。まあでも普通に出張パーソンして先だけどね、これね。まあフェンネルほどじゃないけど、フェンネルはあれだって入れたらね、もうただ妨害やつだからさ、ただの妨害やつだからさ、めっちゃ強いし、あとエクストラデッキで枠食わないしね、フェンネルは。ちょっとベイグマックスは、ベイグマックス3体だとちょっとあんま仕事しないんで、ベイグマックスがレベル3として残ってるから、まあアナコンダ行くとかね。まあレベル3として、まあうららね、はい。うららはね、普通に除外しちゃった方がいいんじゃないかな。これは G あったら打ってそうな気がするんだよね。多分 G はない読みでいきましょう。はい、でここで G って言ってきたら意外とまあまあうめえぞ相手。召喚権使ってないからティアースケールか。ティアスケでこれ蘇生させてエミの動きすればいいから、でティアスケ持ってくる。で一回ちょっと手札見してよろしくお願いします。シャキーンフィッ、あピュアリー、あーマイフレンドきめえな。2枚は、まあ、速攻魔法か。リリーはまあ今どうでもいいから、速攻高魔法で手数削ってしまえばなんとかなるんじゃないか。マイフレンドは多分これ戻しても意味ないので一切見ないんで、まあ一応スリーピーメモリーを戻してしまって、でリリー召喚はリープとかサーチされるぐらいだから、まあ、あんま関係ないというところで、まあ、こうですね。で
召喚、あとはまあちょっと自由に動きましょう。で、まず一旦ラスティングバルディッシュを出します。かっけー、かっこ、まあ、リンクスターにならないっていうね、できないっていうね縛りがあるんですけど、まあ、それがなかったらマジで強かったんですけどね。でサイレントブーツ墓地落として、フォックブレードをサーチ、まあ、コストコストと思ってないですねこれ、コストコストとか、あの思ってないバカサイレントブーツ効果、ブーツ除外して、フォックブレードでいいか、フォックブレード、フォックブレード、でぶん投げる、投げる、蘇生するでいいな、フォックブレードでからのティアスケ特殊召喚で、ティアスケ効果、フォックブレードぶん投げて自分の墓地に、これ何でもいいか、サイレントブーツからかでいいかな、サイレントブーツで、フォックブレード効果、もうちょっとね、現役手段を増やすと、まあ、もうちょいなんかその未来竜王とか一応できると思うんですけど、リバイエルとか使えばね、これの、まあちょっと、枠が、エクストラワークがかなり食うんで、まあちょっと、というのと、まあ、他にちょっと入れたいカードがいっぱいあったので、まあ、僕はちょっと今回未来竜王のギミカ採用してませんが、まあ、未来竜王もあると思います普通に、はい、っていうかまあなんならエクストラデッキめっちゃ枠食えばベイコマックス1枚から未来竜王立てるから、まあ、ゴーストリック使うけどね。でアナコンディング、これ冬です、ヒースたらここをナイトメアにして妨害を増やすってこともできますね。でベルティングアナコンダの効果を発動、フュージョンデスティニーを墓地送って、デスティニーをぶち込んでいく、ガッツポーズ爆弾、どういう意味か、はい、ガッツポーズ、まあ今日とか今回でかもしれないか、まあまあ大体こんな感じです、いつも回すときはね、はい、まあ、フュージョンデスティニーが引いてればまたそれで上上上になるし、アラメシア引いてればまた上上上になるしみたいな感じですね。引いたカードはまあこっち止めよう、引いたカードが一生そのなんだろうな、上振れ方になっていく、追加方になっていくみたいな感じなので、まあ、この時は強いですよ非常に、なんかこの展開取んないと負けじゃなくて、なんかその引いたカード引いたカードがどんどん手数になって増えていくみたいな感じなんで、まあ、引いてなかったら引いてなかったね、展開がちょっと弱くなっていくんですけど、引いたカードがどんどん強くなっていくから、なんかいい出来だと思います、これ、はい。マイフレンド、どうぞ。まあ、マイフレンドの効果はさすがに無効ですね。マイフレンド、マイフレンド、リリーなんで、まあ、あと、マイフレンド、マイフレンド、リリー X か。残りの1枚の手札は何なのかって話ですね。で、これで、フォックブレードを割っちゃっていいかな。速攻魔法ないでしょ。速攻魔法なかったら、これね、フォックブレード割って、で、マイフレンド叩き割る、速攻魔法じゃなそうだな、相手。何引いたんだろう。ゴミ引いてくんねえから、ゴミ。セット。セットか。まあ、どうでもいいとは思うけど、割と。なんか、一応割っとく。なんか、あんまり関係ない気するけどね、伏せカード。だから、無限雇用とかあったら、多分打ってると思うし、DF とかなんじゃないの、ファントムフォックブレードの効果発動して、これタイミング逃さないよね。フォックブレード効果。ゲームから除外して、ブレイクソードをリンク先に爆発させることによって、ラスティ・バルデッシュの効果を発動。さあ、リンク先に闇属性のエクシーズモンスターが存在、特殊召喚されたことによって、ラスティ・バルデッシュ君の効果。さらに、ティアスケル君の効果が発動。ティアスケル君の効果によって特殊召喚され、そして相手のカードが破壊される。つえーつえー、あ、リープだったやっぱりだ、そんなところだろうと思ったぜ。ドラッグバック、なるほど。デストロイフェニックスガイ爆弾、これもしかしてもう打点足りてる、打点足りてますね。殴りましょうなんかもう展開するのめんどくさいんで殴りましょう。相手の手札あれ、マイフレンドなんで、はい、マイフレンド確定なんで、なんか何もせずに殴りましょう。はい、これはリープのチェーンだろ。
早くリップ使えバカだれ。ほらくたばれ。対戦ありがとうございました。いやこれ幻影マジ強いんじゃねえか今季さすがに。ザファントムナイツみたいな反応してんだこれな。先行だったらちょっと強かった気がしますけどねこれね。結構ねオールブレインオールブレイン。なるほどレトルトフュージョン強えな。やっぱインスタントフュージョンが規制されてますからね。なかなか簡単にこうチューナーが用意できる。チューナー2体来た。レベル2のモンスター2体やばい。スプライトかなんだこれ。リンゴブルーム強えな。リンゴブルーム確かに効果モンスター通常モンスターだもんなこれ強え。あー確かに効果モンスター以外あったわ。オールベイン相性いいねやるなその展開。何ビーステッドだと。やべえこれなんかやばいこと起きそう。ビーステッドスプライトみたいな動きしてんな。忍びネクロとカオスカオスレルだと。なに貴様そいつはもう禁止になるぜ。新環境新環境で調整したかったがまあアンリミテッドルームだからしょうがねえかアンリミテッドルームだからしょうがねえけどよ。ちょっとお前もうこれ見なくなるけどなこれ。もうそのモンスターさようならカオスルーラー。まあカオスルーラー追悼式っていうことで許してやろう。まあ俺もちなみにあの新年早々カオスルーラーバリバリに使ってね。まああれはでも取り試しだけなんだけど、めちゃくちゃ取り試しで、新年の動画、多分カオスルーラーめっちゃ活躍したと思うんですけど、もうあと命、これ今、撮影日1月3日なんですけど、1月の、3日現在で、あと命7日ですか ?7 日しかないんで、命。楽園のエチュードだと。何なんかめちゃくちゃやばそうな動きしてるの。カオスルーラー帰ってくんな。もう二度と帰ってくんな、お前は。やばいことが起きようとしている今現在。何これ。えギガンティックスプライト何何そこでいいのそれ。楽園の位置でやばくない。これあれだよね、あの相手のターンに進行するよみたいな。なんかすごいモンスター、まあ、バロネスが出てくるのかな。バロネス相手ターンバロネスみたいな。相手ターンヘルみたいな。相手ターンバロネス相手ターンヘルみたいなことしようとしてる、もしかして。あーなるほどね。なるほどやばいね。なるほどやばいなこれ。やばくねこれ。ちょっと待ってくれ。これもしかしたら、いやちょっとフラグになるからやめとこう。フラグになるからやめとこう。いややばい。ちょっとマジやばいやばい。このタイミングやばい。何しようとしてるそれ。やばいやばいやばい。それはやばい。あお前お前禁止だろ。お CG でもマスターデールは生きてるけど赤切り見たいからなんかこいつレッドデーモンカラビティなんか禁止になる前に使おうとしてる、もしかしてマスターデュエルでカラビティが強すぎるって。彼はですね、まあ、どういうこと持ってたっていうと、真空召喚に成功した時に発動できて、もうなんかこっちがねフェーズで発動することは何も発動できないっていう、なんかもう遊戯をやめろやめろビームが打てるんですね。はい、もちろんラビレンスみたいな動きしよう。ラビレンスみたいな動きして、ザ・ラビレンスみたいな動きして分からせよ、まあ、何もできないですねこれ。ジャンル、はい、まあ、だから、まあ、こういう強いモンスターって出しにくいから禁止に ならないんですけど、強くてもね効果が。まあ、今後ね赤毛に言っていいモンスターが、OCG からマスターデルに輸入されると、まあ、その時点で多分カラミティが禁止になるということで、まあ、多分おそらく今のうちに使ったらの精神だと思う。これ相手今のうちに使っとこの精神だと思う。盤面クソほど強いけどな。カラミティのやばいわ。でもちょっとこれ多分事前規制入るの、確かに俺ももうちょっと早めに使っておこうと思います。